フィアットは10月22日、新型500、フィアット500の基本となる3仕様のうちの一つ、アクションをデジタルワールドプレミアした。アクションは、新型500のエントリー仕様に位置付けられる。都市や町の中心部、欧州の電動車専用のリレーエリアのグリーンゾーンに住む人々がターゲットだ。1日平均 50km を走行し、ダイナミックでコストを重視するユーザーを対象とした理想的な都市向け EV を目指す。新型500のアクションには最大出力 95HP を発生するモーターを搭載する。動力性能は0から 100km 加速が 9.5 秒で、最高速は 135km リミッター作動となる。バッテリーは蓄電容量 23.8kWh のリチウムイオンだ。1回の充電での航続はWLTP サイクルで 180km 以上を確保した。市街地走行の場合は航続は 240km 以上に到達する。1日の走行距離が 50km 以下で計算すると、顧客は数日おきに充電すればいいという。フィアット500、新型のアクション。アクションには出力 50kW の急速充電システムが搭載されている。例えば毎日の走行距離の約 50km 分のバッテリーを充電するには、カフェで朝食をとるのとほぼ同じ10分以内で済むという。急速充電システムには自宅のガレージで一晩、または日中の仕事中に付属のモードに出力 3kW ケーブルを使用して車を充電するオプションもある。車両の右後部サイドパネルにあるコンボ2ソケットは AC と DC の両方の急速充電に対応する。自宅または外出先で充電する場合は3小の出力 11kW モード3ケーブル、または純正用品のモパーのウォールボックスを購入することもできる。またアクションのエクステリアにはハロゲンヘッドライトと15インチのアルミホイールが装備された。フィアット500、新型のアクション。若い顧客向けにデザインされたアクションには、ドライバーの運転への集中レベルをモニターするためのドローシードライバーディテクションなど、都市部での運転に必要な全ての ADAS 先進運転支援システムが標準だ。自転車や歩行者も検知できる自動ブレーキが装備される。レインキープアシストは車線を逸脱した際、ドライバーにレーンに戻るように警告するシステムだ。道路標識を読み取り、正しい速度で運転することを推奨する交通標識認識も装備されている。アクションには常にコネクティビティを維持したいユーザーのために設計されたインフォテインメントシステムが装備された。スマートオーディオにはスマートフォンを垂直方向と水平方向の両方に取り付けるための人間工学に基づいたベースキットが付属する。スマートフォンが新型500に組み込まれたスピーカーとリンクする Bluetooth 接続も採用した。専用のアプリによって操作することもでき、スマートフォンが車両のインフォテインメントシステムを支援するという。インテリアはオートスタートボタンのキーレス号、電動パーキングブレーキ、カスタマイズ可能な7インチデジタル TFT カラースクリーンを採用した。ドライバー正面のスクリーンにはバッテリーの充電状態など重要なデータを表示する。インテリアトリムは黒いダッシュボードを特徴とし、シートはシークアルヤーンで幾何学的なシェブロンモチーフとシルバーカラーのステッチが配される。なお、フィアットはアクションはカーシェアリングなどの代替モビリティを好むミレニアル世代に最適な車としている。